キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。大変だよ。教室が。どうしようどうしよう。とにかく早く教室から出るよ。そういえば火事の時はこれを吸って言ってた。嫌いだ。逃げるよ。仲間。もしかして学校全体が火事なの？早く学校から脱出しなきゃ僕たちも丸焦げになっちゃうよ。丸い上野。丸い上野に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。お、先生。先生無事だったんだね。右も左も行けなくなってるよ。見て。これって学校の裏に
にある山だよね。学校の地下からこんなに移動してきたんだ。先生も無事に脱出できたんだね。まさか一番最後に山登りしなきゃいけないなんてね。もうヘトヘトだよ。どっかにバナナないかな。早くお家に帰って食べよう。うん、パパッと登ってやる。この池が落ちたら大変だね。落ちないようにぴょんぴょんぴょん。あとちょっと。つもりナイス。まだ学校燃えてるね。屋上まで燃えてるじゃん。でももうすぐで消防車が来るみたいだから、これで安心だよ。あー、どうしたの。おやつのバナナ教室に置いてきちゃった。さすがにもう丸焦げだね。そうだ、みんな火事には気をつけて。ハンバーガー、ハンバーガー。ここ最近できたお店で美味しいらしいわ。美味しすぎて気絶しそうって聞いたことあるよ。おすすめは何？あのお客さんに聞いてみたら。何食べてるんですか？あれ。ちょっと無視しないでよ。このお客さん意識がないわ。嘘でしょ。お店の様子もおかしいし、何かあったのかしら。すみません。床がソースでベタベタだわ。ちゃんと掃除してよね。鍵閉まってるよ。こっちも。どうやら閉じ込められちゃったみたいね。店の奥に進んで店長さんを探しましょう。ポテト発見。食べちゃダメだって。こんな大きいの初めて見た。店長さんすごい大きい人だったりして。そんなことあるわけないよ。今度はパンケーキ。メープルシロップの海だよ。こんなに大きいのは普通の人じゃ食べられないわよ。僕は食べれるよ。甘いもの好きなお友達はいいねを押してね。今日の目的はハンバーガーでしょ。ドーナツ嬉しいな。穴が開いてるから注意してね。下は生クリーム。食べたいからわざと落ちてるでしょ。そんなことないよ。チョコだよチョコ。美味しすぎて気絶しそうだよ。やっぱり悪い薬でも入ってるんじゃない。やっとハンバーガー見つけた。なんでハンバーガー。ここはハンバーガー屋さんでしょ。あ、そうだった。ここまで他の食べ物ばかりだったものね。確かにハンバーガー全然ないよね。ここどこ。ポップコーンの中に入っちゃったわ。わー、ポップコーンの中ってこうなってたんだ。そんなわけないでしょ。ちょっと見てて。飛び、キントーン。確かにそっくりだね。そんなに褒めないでよ。これって褒めてるの。ネイルだ。あれってまさか店長さんだわ。本当に巨人じゃん。冗談のつもりだったんだけど。何が起きたの。ハンバーガーと一緒に食べられちゃったみたい。先に進んで別の出口を探すしかないわね。ほい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 さん。くもりん上手。くさーい。これって店長さんの。早く出よう。あれ、足が速くなってる。もう一回。動きが速いからジャンプするタイミングを気をつけて。よし、脱出成功。店長さんだ。ひどい目にあったよ。おっきい。これ絶対にお客さんに出すようじゃなくて自分で食べるようでしょ。僕は食べれるけどね。絶対に無理だよ。あー、落ちちゃった。くもり運が悪いね。きっと美味しいポテトが渡れるんだよね。味関係あるの。くもりにしかわからないわね。渡れたぞ。くもり天才です。あ、お肉焼いてる。それより奥にあるの何。え、ハンバーガーモンスターだ。わわわわ。ここはきっとハンバーガーモンスターの中ね。僕たちまた食べられちゃったの。ハンバーガーの中にハンバーガーがいっぱいあるよ。これ全部ハンバーガーモンスターが食べたのかな。さっきの店長さんみたいだね。食べ過ぎて怪物に変身しちゃったんじゃない。ありえないでしょ。なんだこれ。ホットドッグに塗るマスタードね。カスタード。ホットドッグに甘いのって合うの。カスタードじゃなくてマスタード。どっちがどっちかわかんない。名前が似てるから紛らわしいわよね。ハンバーガーモンスター、本当にいろんなもの食べてるね。それも全部ハンバーガー屋にあるものね。
下見て、ベーコンだらけだよ。ほんとだ、全部ベーコン。ベーコンも目玉焼きもハンバーガーに使うことがあるわね。やっぱりハンバーガーの怪物はあの店長さんだよ。なんでそう思うの？なんとなく。言うないんかい。これは何の食材だろう。きっとバナナを四角にしたんだよ。バナナはないでしょう。チーズをキューブ状にしたものとかかしら。外？どういうこと？ハンバーガーモンスターの中にいたはずなのに。ちょっと進んでみましょう。ミリミリした。青いところは触らないようにね。数が多いから慎重にだよ。よし。あれ？お店があるよ。いつの間に出てきたの？ハンバーガーの怪物に食べられて出たらお店の外。もう何が何だか分かんない。まあ無事に脱出できたからよかったじゃない。それもそうだね。僕お腹空いちゃったよ。パンの間にバナナを挟んだバナナバーガー食べに行きたい。デザートハンバーガー美味しそうかも。そうだ、今日も飛ばされちゃおう。今日は小人になって巨人とかくれんぼをして遊んでいくよ。かくれんぼ楽しそう。見つからないように頑張ろうね。巨人には負けないぞ。それじゃあゲームスタート。やるぞやるぞやるぞ。あれが巨人だよ。あの人に見つからなければいいんだね。そう、でももし見つかっても倒されなければ平気だよ。え、巨人って攻撃してくるの？物を投げたり踏みつけたりしてくるんだ。そんなの僕の知ってるかくれんぼじゃない。だから隠れたり逃げたりを繰り返せないといけないんだよ。なるほど、意外と面白そうかも。うん、これは何？それはジャンプ台だよ。これがあれば高いところにも隠れられるね。どこに隠れようかな。全然こっち見てないから隠れるなら今だよ。あ、誰か捕まった。もう残り半分しかない。こっち近づいてきた。この隠し扉から移動しよう。これ便利だね。こっち来てる。うわぁ、踏みつぶされちゃったね。悔しい。もう一回やる。うわ、来てる。今だ、逃げろ。余裕余裕。いや、バレてるよ。ここから移動しちゃうもんね。うまく逃げられたね。もうバレた。逃げられない。またやられちゃった。あんなすぐにバレるなんてね。悔しい。僕がお手本を見せてあげるよ。うん、お願いします。見ててね。絶対に最後まで逃げ切るから。学校の教室みたい。サンさんはどこに隠れるの？机の下とかいいかも。ここならもし巨人が来ても逃げやすそう。あ、もう一人やられちゃった。この巨人強いかも。あ、あそこに隠し扉あるよ。うそ、巨人の近くに来ちゃった。ひとまずここに隠れよう。危なかったね。でもここ絶対見つからないでしょ。いい場所だけど同じとこにずっといるのは危ないんだよ。そうなの？もしバレたら逃げれないからね。隙を見てあっちに移動しよう。今だ！ダッシュダッシュ！こっち来てるよ！うそー！これじゃあお手本じゃないじゃん。もう一回だけやらせて。次こそはお手本を見せるから。しょうがないな。よし、今度こそ。何ここ？ここは棚があって扉がいっぱいあるんだ。じゃあいろんなところに隠れられそうだね。巨人が来てもこんな風に逃げれるよ。すごい、これならずっと逃げれるね。でも一回使った扉は少し時間が経たないと使えないんだよね。なんですと？ここは巨人が来たら移動作戦を実行しよう。どんな作戦なの？巨人が目の前に来るギリギリで扉から逃げる。名前のまんまだね。で、言ってる間に残り3人になっちゃってるよ。残り1分切ってるし
このまま逃げ切るぞ。サンさん頑張れ。やばい、バレた。ギリギリセーフ。次当てられたらピンチかも。逃げて。ここまで来たら絶対逃げ切ってやる。あ、隠れて。もういける。5、4、3、2、1。やった。すごい、サンさん巨人に勝っちゃったね。勝ててよかったよ。僕も最後まで逃げ切ってやるぞ。クモリン頑張れ。隠れるぞ。ちょっと待って、今回クモリンが巨人だよ。あ、本当だ、僕大きくなってる。うん、どうしたの。僕が全員見つけて倒してやる。クモリンが悪者っぽくなっちゃったよ。え、うまっ。よし、次次、隠れても無駄だぞ。ここだ。次々に倒していってる。これで残り2人だ。見つけたぞ。ちょこまかしないで。うまく扉から逃げれたね。サンさん、どっちの応援してんの。ごめんごめん。もらった。クモリン巨人がうますぎない。最後の1人だ。あっという間に終わっちゃった。あれ、もう終わったの。やった、クモリン天才です。僕巨人だと最強だね。今なら巨人側やったからうまく隠れられるかもよ。確かに。よし、行くぞ。巨人はどこだ。この辺にいれば絶対見つからないよ。ちょっと危なくない。大丈夫大丈夫、あんなに高いと見えてないよ。いや、やられるのかい。丸い上野、丸い上野に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。テストで悪い点数取っちゃったよ。居残り勉強なんて嫌だ。でもしょうがないか、算数のテスト20点だったもんね。僕全教科0点だった。え、解けたって言ってなかった。勉強やめて遊びに行っちゃおう。先生に怒られるよ。なにこれ、火災探知機が作動しちゃってる。あ、先生が動けなくなってる。今のうちに遊びに行っちゃい。ダメだよクモリン。え、なに、真っ暗になっちゃった。教室のドアも開かないよ。何が起こってるの。勝手に教室から出たから先生が怒ってるのかな。とにかく外に出よう。先生、なんで追いかけてくるの。勝手に出てごめんなさい。なんとか逃げ切れたみたいだね。学校の様子がいつもと違うよ。こんな学校早く脱出しよう。こんな遊具見たことない。遊具じゃないよこれ。これ壊れてるよ。足場が崩れた。トゲだらけで危ないよ。もう一回行ってみる。2個目と4個目が壊れてる。クモリンナイス。またトゲトゲだ。ここ本当に学校。サンさん見て、巨大プロペラ。タイミングよく行けば通れそうだよ。目が回る。フラフラするよ。すごい、よく行けたね。あ、体育館だ。誰もいない体育館って広いね。わーい、遊びたい放題だ。このボール全然取れない。バスケできないじゃん。よく見たらボール以外何にもないね。もういいや。わー、出た。逃げろ、急いで。で、こっち行き止まりじゃん。行き止まりなんて聞いてないよ。次は右に行ってみよう。絶対に捕まらないぞ。右だ。矢印の方に行って。ここトイレだよ。なにここ。トイレから地下に落ちちゃったみたいだね。トイレの中臭い。すごい匂いだね。まずは上に上がれるとこ探そう。あ、なんか書いてある。アヒル。アヒルなんてどこにもいないじゃん。何か聞こえない。わー、なんか来た。これがアヒル。全然アヒルじゃないじゃん。食べられ
外真っ暗じゃん。いつの間にか夜になってる。そんなに時間経ってたの？夜の学校ってちょっと怖いね。もうびっくりさせないでよ。なんなのこれ、挟まれたんだけど。罠だから当たらないように避けて進もう。そーっと。よし、アートクラスだって。図工の授業をしてるのかな。マン君お絵かき大好き。何これ、マネキン。これってもしかして生きてるの？いや、そんなわけないよ。生きてるじゃん。完全に生きてるよ。あれありえないよ、こんなの。もうこんなとこにいたくないよ。早く出よう。あ、窓が開いてる。あそこから外に出れるね。やっと校舎から出られた。うん、なんだろうこれ。気にしない気にしない、早くお家に帰ろ。先生だ、逃げろ。捕まっちゃうよ。ごめんなさい、まさかあんなとこで先生が待ち伏せしてるなんて。でもその前に地面が割れたよね。あ、もしかして。やっぱりそうだ、端っこを通れば落ちなくて済むよ。よく気づいたね。クマリン天才です。カフェテリアに到着したよ。もしかしてご飯食べれるの？やってないみたいだね。もうお腹ペコペコだよ。な、何の音？誰か来たよ。危ない、逃げろ。足が再挑戦だ。なんか足が動かなかったよ。どういうこと？くっついてる。ピンクの上ネチョネチョして動きにくい。乗らないように行こう。なんとか逃げ切れたね。一体出口どこ？もしかしてここを進んでいくの？暗くて気味悪いよ。でも行くしかないよね。ここから出られるなら行ってやる。わー、息続かないと思った。ここはプール？お昼なら楽しいけど夜のプールはなんか怖い。確かに。乗ろう。バス？やった、ついにお家に帰れる。脱出成功だね。うっそ。どっちも。この音はまさかコックさんも来てるよ。大集結じゃん。もう無理、ここまで来て捕まってたまるか。バスに乗っちゃおう。必殺くもり、バスにジャンプ。くもりナイス、これで本当に脱出成功だ。なんとか逃げ切れたね。ただテストで0点取っただけなのに。それが問題なんでしょ。いつか100点取ってやる。今日はくもりに巨大な顔から逃げるゲームをやってもらうよ。巨大な顔？そう、最終ステージまでクリアできたらスーパーバナナをあげるね。スーパーバナナ欲しい欲しい。頑張ってクリアしてね。レッツゴー。ほんと単純なやつだな。僕がスーパーバナナゲットできるようにいいねで応援してね。何あれ。あれが巨大な顔だよ。怖すぎるよ。しかも一体だけじゃないの。いっぱいいるから逃げながらゴールを目指してね。はっ、また出た。いっぱいいる。どんだけ出てくるの。ここなら安全だよ。あ、降りちゃった。おい、何してんだよ。ここ行き止まりだよ。もうダメだ。わあ、こんなの聞いてないよ。おいおい、ここ一番簡単なステージだぞ。早くあの赤いところ。右は行き止まりだったからこっちだね。いっぱい来た。走って走って。こんなとこにも。一回あそこに逃げて。危なかった。でかっ。大丈夫だよ、これは動かないから。ゴールはあっちの赤い方だよ。あれ、まだゴールじゃないの。ここはチェックポイントでこの先だよ。よし、行くぞ。
ープにクリアできないステージなんてないよ。それは頼もしいね。レッツゴー。うわ、2段いきなりやられてんじゃねえか。あんなのもいるなんて。でももう次は捕まらないぞ。うわ、これは何？回る床だよ。うまくかわさないと顔に捕まっちゃうからね。先に言っといてよ。行ったら楽しみがなくなっちゃうでしょ。行くしかない。リベンジだ。よし、いいね、やった。で、またあの顔たちチューしてるみたい。これは邪魔しちゃダメだね。砂漠のステージもこれで終わりだね。それじゃあ次のステージ。それで抜けれるんだよ。ゴールまであとちょっとだよ。バナナ。ん？顔じゃない？なぜかサッカーボールがあるんだよね。イエーイ。うわ、急にボールじゃなくなった。油断すると顔と間違えるからな。ボールどこ？ゴールを探せよ。あ、矢印。これでゴールだ。あれ？じゃないの？何これ、僕も知らないよ。みんな何かと戦ってる。もしかしてラスボス？僕も参戦するぞ。撃て撃て。危ないよ。クモリン、クモリンバズーカ発射。倒せるのかよ。簡単だったね。みんなで協力したからだね。油断するからだぞ。そうだ、サンダーバナナマン。クモリン、まだ終わらないの？全然終わんないよ。もう宿題忘れるからだよ。よし、終わった。それじゃあ早く帰ろう。あれ、閉まってる？もしかして閉じ込められちゃった？これ押せばいいのかな。なんか鳴ってるよ。押しちゃダメなやつだよ。あ、先生、なんか様子おかしくない？逃げろ。なんで先生怒ってるの？ク
モリンが宿題忘れたからかな。早く帰って遊びたいよ。もしかして寝てる？これは寝てるね。今がチャンスだね。先生さようなら。いきなりすぎるでしょ。学校にこんな場所あったっけ。すごい危険な匂いがするね。下に赤いのがいっぱいあるよ。絶対触ったらダメなやつだ。先生、さっき寝てたじゃん。それより大きすぎない？もうわけわかんないよ。クモリン気をつけてね。え、あれ開かない？見て、ボタンを2つ押すみたいだよ。あれを押せばいいのか。うわ、トゲトゲがぐるぐるしてて近づけないよ。だから気をつけてって言ったのに。そうだっけ。人の話はちゃんと聞かんかい。よし、これで2個目。やっと先に進めるね。どんどん行くぞ。うわー、飛んでる。え、なに？なんか触っちゃった。あれは罠だから触っちゃダメだよ。罠なんか避けてやる。ちょっとでも触ったらビリッとくるから気をつけてね。最後狭い。あー、危なかった。なんか不気味な液体が流れてる。スライムみたいだね。なぜ売れるの？あの橋もろすぎるよ。よく見たらヒビが入ってるよ。もう危ないな。あ、ロリッサ先生だ。絵本読んでください。あれ、なんか様子が。なんで怒ってるの？いた、先生がおかしくなってるよ。なんとかしなくちゃ。いいもの見っけ。えいえいえい。先生ちょっと寝ててね。今のうちに先に進もう。床がマグマだから気をつけてね。届かない。これ遠すぎるでしょ。あ、ちょっと待って、これ使えば渡れるかも。なんだ、楽ちんじゃん。この調子でどんどん行くぞ。よいしょ。重いよ。あともう少しだから頑張ろう。これで最後だよ。やっと終わった。またすごいとこに来ちゃったね。大きい。全部大きすぎない？巨人でもいるのかな。まさか。ん、なんだろう。あれ、缶詰と、もう一つはぐ骸骨。確認だけど、ここって学校だよね。うん、とにかくここから脱出しないと。出口どこだ。ああ、急に走り出さないよ。だってなんだか不気味なんだもん。焦ったらもっと時間かかっちゃうよ。さあさあ見て、巨人の鉛筆。だから巨人なんていないってば。本当にいた。さっきの先生じゃない。もうさあさあ何してるの。ごめん、驚きすぎて。今度こそさんさんダッシュ。もう少し。チャンさん、ゴーゴー。ゴール。外だよ。これでやっと帰れるね。やったー、遊べる。あ、トロフィーがあるよ。僕たちの優勝だ。何の大会なの？さっきの巨大先生？どういうこと？先生を倒さないと帰れないみたいだね。あんな大きいのどうやって？もしかしてこのトロフィー武器になってる。ほんとだ、これなら勝てるよ。ビーム撃ってきた。もうどうすればいいの。とりあえずいっぱい撃って。ジャンプジャンプ。ダメだ、避けきれないよ。ビームが来る前に勝負を決めちゃおう。いけいけいけ。商品かな。そんなわけあるか。そうだ、優勝商品。